こんにちは。今日はこのビデオをご覧いただきまして本当にありがとうございます。このビデオをね、どうして見ていただいているのかっていうのは分かりませんけれども、こうしてまたご縁がありましたことを心から感謝いたします。またこのご縁がね、いろんなどういう形であれ、一期一会というようにですね、ご縁があったことだと思いますので、またピンと来られた方は、今後もね、見ていただければなと思います。それで今日はこの、ビデオを見ていただいた理由というのは、僕自身の、人間というのを少し知っていただくということと、それからこのブログで、どういうことがあなたにお伝えできるのかということを、これから少しだけお時間とってお伝えしていこうと思いますので、ぜひ聞いていただければなと思います。で、僕自身のプロフィールなんですけれども、1972年8月6日生まれです。西宮、兵庫県の西宮市というところで生まれています。で、正直西宮の記憶は全くないんですけれども、その後転勤族でしたので、いろんなところに行きました。で、1972年の8月6日、8月6日というのは、原爆、広島の原爆が落とされた、日です。そして、転勤族でしたので、東京に約2年間行って、それから小学校の2年生から小学校の6年生の約4年間、福島県にいました。ですから今回ありました東日本大震災に関しても、やはり広島じゃなくて福島というところにいたということもありまして、何か、こう広島の原爆といいね、ご縁というか、何かこうお役に立てることがあるんじゃないかなという思いが今自分の中にもあります。で、その後ですね、滋賀県に移りまして、大学の時はまた今度名古屋に行って、そしてその後就職して三重県に行ってと、いろいろな土地に行きましたので、言葉もいろいろごちゃごちゃで、自分自身今は関西弁といえば関西弁なんですけれども、いろんな言葉が混じっているかもしれません。で、僕自身は今健康、食事とかそういった健康を伝える仕事をしているわけなんですけれども、20代の半ば前半ぐらいまでは全く食事に関しては無頓着でした。で、とにかく食べれればいいという感じで、食べ物にはほとんど好き嫌いもなく、美味しいものをね、美味しくいただくというだけで、まさかですね、それが自分の体の調子とかね、体調に影響があるっていうのは本当にあまり思いませんでした。で、20代の半ばの時に、ある一冊の本、これプロフィールにもご紹介したんですけれども、香野火付神事という神一輪のシナリオっていう本ですね。これは中谷真一さんという方の、初期の本で、3部作だったんですね。その3部作のこれは2作目、第2作目です。で、その2作目に特に食事の部分に多く項が割かれてて、その食事の部分にを読んでですね、かなり衝撃を受けました。食事が、人間の体にいかに影響を与えるか、そして体だけじゃなくて、心にも影響を与えているということを知りまして、で、本当かなと正直思ったんですけれど、これはね、やっぱり大事なことだから試してみようと思いまして、ちょうど一人暮らしをしていたので、まず調味料を全て変えて、いいものに変えて、そして素材もですね、できるだけ自然なもの、安全なものを使うようにしました。そこで自然食の店に通うようになりました。で、そこに通う中で、将来的にやはりこういう仕事をね、したいなと漠然と思うようになりました。それで、それから数年後ぐらいにね、その思いっていうのは叶いました。自然食のお店にたまたまダメ元で面接に行ったんですけれど、空きがあって採用されて、そして、それからもう14年ぐらいになると思うんですけど、この仕事を今現在しています。で、いろんな情報が本当に健康の、情報にはあります。本当に同じもの、例えばこのものを食べたら、体が良くなるっていう情報もあれば、同じものでも体が全く悪くなる、良くないという方もあったり、真逆の意見っていうのは本当に多いんですね。ですから、どれを信じたらいいのかわからないってよくお客さんにも言われるんですけれども、いろんな情報がありすぎてですね、逆に混乱してしまう。
ですから僕もいろんな情報を見てきて、いろんな情報を実際聞いたり、そして本で読んだりしてきた中で、また実践してきた中で、本当に正しい情報、本当にお役に立てる情報っていうのだけをね、このブログでお伝えしていきたいと思っています。ですから、いい加減な情報っていうのは載せたくないですし、自分の実体験っていうのをベースにして、そして理論と組み合わせでですね、お伝えしていければと思っています。で、まあ、そんな中でですね、昨年2011年の8月に僕自身大きな転機を迎えます。で、それは体調を崩したということです。で、今までにない体調の崩し方で、こんなにしんどくなったことは本当近年なかったというぐらい、体が悪くなりまして、これはちょっとやばいなという状況にまで、かなり精神的にもね、参ってしまって、まあ、そんな中でも仕事は続けていたんですけど、これはやばいなと感じて、いろいろ今まで学んできたことを、実践してみるんですけど、体はどんどん悪くなっていく。で、焦りもあってですね、自分はこの仕事をしているのに、なんで良くならないんだろうと、かなり落ち込みました。でも結局3週間ぐらい、体調が悪い中でですね、最終的には断食っていうのを5日間、ファスティングですね、断食を5日間する中で、それがきっかけだったと思うんですけど、劇的に体調が良くなり、その後、そしてむしろ体調が悪くなる前よりも良くなりました。で、すっきりこう毒素が抜けた感じで良くなったんですね。で、その時、体調が悪い中思ってたことは、周りからね、やはり病院に行ってね、実際診てもらいなさいということも散々言われたんですけども、僕自身はそういうつもりはなぜか全くなくてですね、その時思ったのは、自分の自然治癒力を信じようと。自分の自然治癒力っていうのは、決してですね、悪くなっているため、体を悪くしようと思って悪くなっているんじゃないと、結果的に良くしようと思って一時的にしんどい思いをしているだけなんだということを、まあ、知識、頭ではね、知ってたんですけども、それを体感としてね、試してみようというふうに思いまして、薬とか病院には一切頼ることなくやってみようと思いました。で、実際その中で、結果的にはね、やはりそうだったんですね。体調は良くなり、で、一時的に体調悪かったですけど、やはりそれも良くなる過程だったんだという自信を得ましてですね、そしてこれはいろんな人にどんどん伝えていかなきゃいけないということで、8月に、まあ、8月、9月に体調が戻って、そして10月、11月ぐらいから、ブログをですね、今までほったらかしてたんですけれども、再開して、そして、まあ、毎日1記事を目標にですね、今現在お伝えしていっています。で、まだまだ正直ね、お伝えしきれていないことがたくさんあります。で、これからですね、もう全力でどんどん今まで得た知識とか実体験っていうのをお伝えしていきたいと思っています。で、それも文字だけじゃなくて、映像とか音声、そういったものを通じて立体的にあなたにお届けできればいいなと思っています。それともう一つ、メルマガというのをやっていますので、そのメルマガというのもブログから登録していただけますので、ブログとメルマガ、メルマガではね、これからメルマガにしかない情報っていうのもお出ししていく予定ですので、ぜひ登録しておいてください。絶対にお役に立つというコンセプト、自分のね、意思でやっていますので、お役に立てるんじゃないかなと思っています。まあ、それからね、このブログの記事読んでわからないこととか、あるいは自分が今悩んでいること、体調の面でね、メンタル面でもいいですし、何でもいいんですけれども、もしそういうこと、何か聞きたいなということがあれば、本当に遠慮なく、メッセージ、あるいはコメントください。全力でね、それもお答えさせていただきます。で、いろんな先生にも学んでいますので、もし僕自身でわからないことが出てきてもですね、そういった先生にお聞きして、そして何らかの形でお答えできるんじゃないかなと思っています。で、これからどんどんブログで文字書くこと、そして講義して話すこと、話すことは正直ですね、本当に苦手で、まだまだうまくお伝えできないなと感じているんですけれども、それもどんどん進歩してね、成長して、より分かりやすく、より伝わるようにね、お伝えしていければなと思っています。書く方もどんどんね、書いて、今まで、本当に知識ばかり、実体験はしてるんですけど、知識が本当に9割ぐらい
アウトプットが、ほとんどできてない状況でしたので、これからアウトプットをどんどん増やしてですね、今まで溜まった知識を吐き出す、全て吐き出すぐらいのつもりで、この、ブログ、メルマガに取り組んでいきたいと思っていますので、ぜひご覧いただければと思います。長時間になりましたけれども、これからもね、あなたとご縁があったこと、というのをね、本当に大切にして、そしてまたいつか、もし機会があればね、あなたと実際にお会いして、いろいろお話できれば本当に嬉しいなと思っています。今現在は、滋賀県で、店をしています。もし、この関西に来るついでがありましたらね、またぜひお声かけていただければと思います。いろいろとこれからあなたと交流していければと思っています。今日は、この長いビデオをご覧いただきまして本当にありがとうございます。心から感謝いたします。